明るく社長は男。キヤマ総合デコカウ。機械は最新、社屋は斬新。キヤマ総合デコカウ。作る喜び、男の仕事。可愛い女性も活躍中。キヤマ総合デコカウ。さあ一緒に働こう。よし、キヤマスのあなたの未来。ある時は鉄工所の親父、またある時はラジオのパーソナリティ。そんな吉井清松が、その豊かな経験と人生哲学で、あなたの明日をクリエイト。吉井清松のあなたの未来。始まりまーす。生まれた限りは、たった一度の人生だから。女子の愚痴とか酒のつまみにつぶやいて憂さを晴らすようなそんな人生にしたくない。愛愛愛ほら見るがいい、俺がやったこの仕事を、それは俺への憧れていっぱい。ほら見るがいい、俺が作ったあの建物、それは俺たちの誇りでできている。ものづくりの会社、ここには夢がある。大分県で一番有名な社長、吉井清松です。せーの、いいねー。はい、皆さん、こんにちは。松本久美子でーす。だんだんこれ、良くなってきたね。ね、せーのいいね。上がってきましたね、うん。上がってきたね。はい、新年度始まりましたけれども、皆様、いかが。桜も咲いてんのにね。お過ごしでしょうか。春でございますよ。もう入学式も次から次になくなって、マスクも大変なんじゃない？入学式の機会。まあまあそこはそこでね、もう気持ちの上で皆様おめでとうっていうふうに言ってますので、うん、はい、はい、そうだよね。まあ何があろうとやっぱめでたいものはめでたいんで、はい、まあ単位がちっちゃくなっても家族だけでもお祝いしてやればね、はい、きっと、まあそれが一番心に残る。何入学祝いになるんじゃないかなと、ね、まあ気持ちの上でどう受け止めるかっていうのは、ね、なかなか難しいんですけどね。そう、僕のね、甥がこの前合格、関西大学、はい、おめでとうございます、はい、合格してですね、はい、まあその入学式もねどうも消えたんですけども、かわいそうにね。でも一生懸命何スーツはなんか自分で買ったんだとか、はい、時計を買ってくれとかなんかいろいろあって、まあ、僕も選んでやったんですけども、本当になんかそういうのを楽しみにしている、いろいろ準備したのが全部、消えてしまったようなそんな感じも、になってしまうんだけど、はい、でもきっと何十年か経った時に、うん、あの時のなんか入学式がなくなったけどなんかみんながそれで、お祝いをしてくれたっていうのもいい思い出になるんかな、うん、なんか人生そういうことあっていいんかなっていうふうに思ったりもして、うん、それはそれでいいんじゃないかなと思います、はい、で、今日何の話しようかなと思ったんだけど、ちょっとパレートの法則って知ってます？またなんか難しい言葉が出てきます、うん、パレートパレートパレートの法則、はい、うん、別名80対20の法則。80対20、うん、8020運動しか分かんない、はい、80対20、はい、うん、だから世の中の、まあ、20の力で80のものまで作って、あと残りの20をやるために80の力を人って使うんですよみたいな、うん、そういう例えばパンケーキケーキを作るとするじゃないですか、はい、で 2割の時間で、まず土台にあるパンケーキ焼いたりするじゃないですか、はい、でそこまでって、2割の時間で8割のものができてしまってるわけです、はい、であと8割の時間で一生懸命デコレーション、はい、したりするじゃないですか、だから80対20の法則ってなんかこの世にはあるみたいで、そうやってバランス取ってるんですね、うん、例えば
働きアリ、はい、よく見てみると2割のアリってなんか働いてないんだって、はい、そういう決まりがあるみたい。2割、はい、だからその2割だけ集めて、別に、巣に持っていくと、はい、やっぱりその中の2割だけが遊んでて、うん、あとの8割は一生懸命働いてるんだって。頭いいですね。うん、そういう風にできてる。なんでそうなるの？不思議だけどね。で、働いてるやつだけ集めたら、やっぱりその中の2割遊ぶよ。へ、は、ぇ、い、なるっていう、まあそういう自然界の法則もあるみたいで、なんか80対20ってなんかそういうのがあるみたい。まあ選択と集中っていう言葉、説明の時によく聞く話なんですけども、物事を選択してその選んだことに集中するっていうことですよね、はい、大切なのは選択しなかったものをきっぱり捨てること。はい、うん、だから、ね、2割の時間で8割のものができてしまうんだから、はい、もし、その2割だ8割をまで合格点だとするならば、もう2割の時間でどん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 次から次に切り替えていくんだっていう考え方、うん、あとの残りの20、ね、80点の、100点満点の試験で80点取るまでの知識って2割の時間でできてて、うん、あとの20点上乗せするためになんか8割の時間使ってるとか、まあ、受験にしても勉強のやり方にしても、うん、いろんなことに応用できることだと思うんですけども、うん、何を選択して何に集中するかっていうことを説明するときによく使われるパレートの法則っていうのがあります。ね、別名80対20、はい、ね、だからもう、ね、忙しくてしょうがないときってその2割の時間だけパパパパって使ってしまって8割完成品をどんどん作っていってもいいんじゃないかなと思ったりもするし、うん、まあそんなに、いつも使わない、試験とかそういうのだったらもう100点取るために細かい年号まで覚えたり しなくてよくって、大体の流れだけパンと2割の時間で掴んでしまったら8割の点数は取れるようにできてるんじゃないかなって。ちょっと意識して私の周りのパレットの法則探してみます。続いて後半は吉井清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃい。はい、今日のゲストは株式会社 TVQ 九州放送北九州本社営業部の森岡武彦さんです。はい、いらっしゃい。よろしくお願いいたします。今日は営業にお見えになったんですはい、営業ではないですねねえ、なんでって、ね、よしはいろんな放送局の方とつながりがあるから、うん、つながりがあるからあれなんだけど、ね、はい、まさか営業の人なんでここに呼ぶもうよし清松もいよいよネタ切れかみたいなどうしてなんですか。それがですね、まあもともとはね、テレQさんが CM うちにも出してくださいみたいな営業で来られたんですよ、はい、でその時話をしてるうちに、はい、もう略歴が面白すぎて、はい、ちょっと変わったんですね、はい、こんな略歴持ってる人この世にいないんじゃないかぐらいの、はい、一番のびっくり略歴、うん、ね、ヨッシーからちょっと紹介してください。ありがとうございます。あのリーチマイケルって松君知ってるでしょ、はい、ラグビーの、うん、有名な、はい、そのリーチマイケルと交換留学でニュージーランドに行かれた人なんですよ、はい、そうなんですよね。もともと高校北海道出身 で、で高校と大学で、はい、まあ、ラグビーやってたんですけど、はい、で高校時代ニュージーランドで私が留学しまして、でマイケルが、私の家に来るはずだったんですけど、はい、ちょっと田舎すぎてですね、はい、急遽同じチームのキャプテンの寿司屋に、はい、下宿することになって、で私はマイケルの家の、マイケルの部屋で生活して、はい、マイケルのお母さんが作ったご飯を食べて、はい、ニュージーランドの高校に通ってたっていうですね、出会いがありましてですね、はい、本当ありえないぐらいのすごいね。だからそのリーチマイケルさんが日本に来るきっかけになったお一人、はい、そう、本当にまあ交換留学なので、まあ、本当にそう言っていいのかですね。でも本当にすごい今でも1年に 2,3 回ぐらいですね、はい、行ってきてですね、でマイケルがそのお寺と神社巡りが好きでですね、九州に来た時は私が車を出して、はい、マイケルをいろんなところに連れてってあげるっていう、ね、いやそれこそ宇佐神宮来てよ、はい、ぜひ社長も連れてきますので、ね、はい、そのついでにここ撮ろうな、ね、リーチマイケルこれ出てもらおうね、はいはいはい、じゃあもう昨年なんてお忙しだったんじゃないですか、はい、いやーもうかなりマイケルに連絡したんですけどね、
このワールドカップ前まではもう電話もですね、もう LINE とかもやってたんですけど、このワールドカップ期間中は全く、はい、既読スルーになってました。でもあれでしょ、局から言うと会社から言われたんじゃないですか。そうですね、それこそこまで近いね、はい、関係なんだったらって、もうマイケル出せ出せプレッシャーでですね、見ましてですね、じゃあ結局テレキューに出たんですか。テレキューには出てないんですけど。あ、出てないですか、はいはい、でも終わってからちょっと連絡取り合ったりですね、いろんな高校時代のマイケルのエピソードとかもですね。今、はい、ラグビーリーグはどうなってるんですか。あ、今トップリーグはちょっとコロナの影響でちょっとストップになっておりまして、またちょっと山口の方に今回来るはずだったんですけど、ちょっとそれも延期になってしまったので。ああ、そうですか、はい、あ、飛行機も新幹線も乗れないみたいな。そうですよね、はい。まあ、でもそのご自身もずっとラグビーをやってらっしゃる、はい、ということで。そうですね、はい、で営業畑も長いのかと思ったら違うんですね。もう全然違うんですよねその人生が、はい、いやラグビーの次の人生もまた楽しいんだよ ね、はい、ね、ちょっとね教えていただきたいと思うんですけど、はい、まずラグビーをやってらっしゃって、はい、大学までされました、はいはい、その後が、その後に、おむすびゴンベイっていうですねおむすび屋さん都内で、まあ、50店舗東京都東京ですね、うん、はい、でニューヨークに、まあ、1店舗、あ、2店舗ですね、はい、ありますで、パリに1店舗あるんですけど、まあ、そこで、まあ、その最初の就活で、まあ、とにかくその熱い社長の下で働きたいということで、はい、もうめちゃくちゃ、ここにもいますけどもね、ちょっと東京だったんで知らなかったんですが、はい、でそこで、まあ、その株式会社以外の社長に出会ってですね、はい、もうなんて素晴らしい社長だ、はい、でその熱いっていうのはおにぎりが熱いおにぎり熱いで、ね、はい、で経理人が日本一美味しいおむすびを温かいおもてなしで提供して、はい、お米の消費拡大を通じて日本の農業に再生するっていうですね、そういう理念を持ってて、はい、で大体その外食産業がお米の出荷価格大体1万4、5千円とかで取引するんですけど、うちの、その社長はその農家のせがれが、いやうち の、 お父さんかっこよくないとダメだって、農家のせがれが農業ってかっこいいって思ってもらえるように、もうその倍の価格2万4、5千円とか3万近い価格で取引して、でその代わり日本一のお米を作ってくださいっていうような社長でですね、でアルバイトさんとか社員さんも全員が1年に数回実際に畑まで行って、そのお米の、ね、ですか、大事さとか、うん、農業の体験とかして、でお店でもう全部手結びで提供していくっていうことですね、はい、で鮭とかも朝納品されるんですけど、それを全部ピンセットで取って、で熱々のご飯を手結びで、はい、駅前で出すんで、これまずいはずがなくてですね、かなり行列になって、でさらなんでそれがですね、もうめちゃくちゃ忙しくてですね、で私もちょっとそういう店長とかマネージャーやってですね、はい、アメリカ行ったりとかですね、もう無限の体力があると思ってたんですけど、はい、いつの間にかちょっとこう体がボロボロになってラグビーやってらっしゃったんですよ。ラグビーやってたんですけどまさかちょっとおむすび屋でですね、はい、体を壊してしまって、それでまあちょっと辞めることになったんですね、はい、でそこでやっぱりお客様に、それがそこまでが第2の人生、第2の人生ですよね、はい、まあ、まだ続くんで、すごい、おにぎり屋で、まあ、第2の人生壊してしまって、はい、で、はい、でその次ですよね、はい、で自分が体がボロボロになって、もう一回ちょっと体を、まあ、作り直さなきゃいけないということで、じゃまずは、食べ物ってどうやってできてるんだと、はい、で食べることは生きることじゃないですけど、食に対して作ってるけど、はい、自分のその出来方って何も知らないなっていうことで、ちょっと大事産業を勉強しようということですね、でもう思い立ったらもう次の日にはですね、リュックを持ってですね、まずは東京から、屋久島の方に行きまして、はい、でもうとにかくこだわりの、農家さんとか、まあ、小さいながらこう一生懸命頑張ってる農家さんをアポなしで突撃訪問してですね、それでその代わり、まあ、私は無償で給料も何もいらないので、寝床と食事だけ提供してくださいって、物々交換してくださいっていうのを1年半ぐらいですね、沖縄から、北海道のいろんな農家さんとこうですね、もう旅してました。全然もう何にも連絡なしに突然行って、こんにちは、私こういうことやってますって言って言う時もですね、はい、もう一人は電話してお願いしますって勉強させてくださいとかっていう、受け入れてくれるとこってあるんですか。受け入れてくれるとこもあるんですよね。すごいですね。アンギャですね、うん、まあ、そういうような生活で、でそれを沖縄から北海道までずっと1年半かけて、ね、1年半かけてですね、で、2、3ヶ月に1回ちょうど病気になったタイミングで仕事もなくなって、ちょっと嫁さんと結婚してですね、はい、いや これでも結婚した時、いや無職なんでしょ、はい、で結婚されたの、結婚で出会ったんですか。出会ったのは東京だったんですが、あ、はい、
じゃあ安行の間はあの遠距離恋愛に遠距離だったんですよね、はい、嫁はまあ看護師でですね、あそれまではい、はい、へ3ヶ月1回よく許してくれますねそうなんですよね、はい、で2月、まあ、本当に2月の23日があの、天皇誕生日が結婚記念日ですね、はい、この間久々にあの会ってですね、はい、あの実際あんだけ、ね、もう迷惑かけて、はい、そして仕事もなくなって、はい、でもあの時なんで僕と一緒になってくれたの、うんうんうん、っていうのをちょっとお聞きしたんですが、はい、その時はあの嫁が、まあ、今はあなたはこういう状態だけど必ずそのあなたのポテンシャルで復活するっていうのを信じてたっていうふうに言ってくれて、はい、相手を信じることなのね、すごいね、なんか泣けてくるね、でその後じゃあお仕事っていうのは、そうですね、でその後にその後、ここまでが、はい、第2章ね、第2章が、はいはい、でこれからがまたすごい第3章、はい、第3章がそこからその1年半ぐらいいろんなところで回ってる中で、あのパラオで農業をやってる人を探してるっていうことがですね、はあ、あのある出会いで言われましてですね、でそこで、まあ、嫁さんと2人でもうちょっとあのパラオで農業をちょっと挑戦しようっていうことで、海外に行くんだ、海外に行くんですねでもともとその先生が日本人の、年配の先生と私たち夫婦2人で3人でやるはずだったんですけど、はい、その方がちょっとあの行った行く直前ぐらいに亡くなってしまってですね、でもうあの2人で、もうじゃあやめようにはなんなかったなかったんですね、そこでなんかそのネットもつながらないし電波もないし、うん、もう農業の本を図書館10巻ぐらいこうコピーしたものを持ってってもう一からそこから始めたっていうようなんですね、はい、で現地のフィリピン人バングラデシュ人とかですねネパール人と一緒に、まあ、こう農業を、ね、作ってサクラファームっていうのを立ち上げてですね、言葉はあのパラオっていうのはもともと日本が統治してたので、はい、60歳以上ぐらいの人はみんな日本語喋れるんですよね、あ、そうですね、はい、あのちなみにビールの乾杯が、はい、あの疲れ直すっていうのがパラオ語なんですよね、本当に、もうこれ今日いただき、お疲れっていうのが、はい、そのままになったんですね、そうですね、疲れ直す、本当に世界一の親日なので、はい、あの苗字の中にエリック山田さんジョーンズとか、なんか苗字の3までが入ってるパラオ人が結構みたいですね。言葉はそうですけど、食文化はどうなんですか？食文化はですね、もうアメリカの輸入野菜で、まあ、船で2週間後ぐらいにですね、あの現地のスーパーに乗るんですけど、うん、もうスーパーがもうカビだらけで、パラオ人はやっぱハンバーガーとか、やっぱ加工食品しか食べてないので、もう成人病がものすごく増えててですね、でみんなこう、かなりこう、ふくよかな方が、まあ、いらっしゃってですね、なんとか自国で作物を作りたいっていうことで、あパラオ自体はあんまり農業もない全くないですね、もう観光業にもう依存で食料自給率全部ほぼ輸入品に頼ってるんですね、なのでその私たちがあの作物作ったものがやっぱり結構ですね、あの貴重だって言って買ってくれてですね、ああそういう国なんだ、はい、で現地 の、 あのホテルとかでも普通日本の場合ってキュウリとかがこう綺麗な状態がまあ評価されると思うんですけど、うん、パラオはもうとにかく重さなんですよね重ければ重い、だからキュウリもヘチマみたいなでかくしてくるとそれがすごい値段で買ってくれるっていうようなですね、ちょっとこうめちゃくちゃ大きければ大きい方がいいということですね、でパラオで、農業をして農業をしてどのくらいいたんですか？1年半ぐらいいてですね、で10年に一度の大干ばつになってですね、で3日に1回しか水が出ないとかですね、そういう状況、飲み水もままならない状態で畑に水をやってたらすごく村の人に怒られてですね何をやってるんだということで、それでもう泣く泣くこう作物がもうあのずっと32、3度ぐらいで、夜も30度ぐらいあるので、どんどん水あげないと作物が枯れててですね、でちょっとあの全部作物がダメになって、でそれがショックでショックですね。1年半ということは、まあ、1回ぐらいしか収穫ができてないという、でもですね、パラオはもうずっと四季がないので、はい、通常だったら日本だったら2毛3、うん、2作とかだと思うんですけど、パラオは3回、4回ぐらいはあの結構できるので。そういうことですか。そうだったんですよね。なのでそれがやっぱりこうかなりショックで、まあ、体調崩してしまってですね、またそこで必ずねこのね何かが始まり、はい、何かが起きて、はい、体調崩され次のステージに行くという、はい、この本当に第3章もこうやってすごいですよね。で第4章じゃあどう移行していくんですか。はい、第4章がまた、まあ、泣く泣くちょっと帰国してですね、はい、
でその後が、まあ、糸島の方で、はい、まあ、ちょっと、はい、嫁がちょっと鹿児島だったので、はい、そこでもう一回調整しようと思ったんですけど、でそこで、まあ、いろいろノッチを借りようと思ったんですが、なかなかやっぱりよそもんだったので、いいところが借りれなくてですね、はい、で、まあ、生活もしてかなきゃいけない、この子供もこれから育て作っていかなきゃいけないということで、まあ、たまたま、ちょっとご縁を今回、ね、あのテレキュースにですね、あの拾ってもらいまして、で今あの至るっていう、今に至るっていうようですね。今年の4月ぐらいからですか。あ、そうですね、あの2019年の7月7月か、はい。まあ、今現在のご本職のことはもうほぼ聞かずに今までのことで、はい、ですけど、ただその なぜね、うん、農業だったんだろうって、うん、あのラグビーだったら例えばそのラグビー関係の仕事に就こうとかスポーツ関係とか、はい、普通思いますけどね、はいはい、やっぱり私自身やっぱりこの病気になってこの食っていうのがまあやっぱり何よりもやっぱり重要だなということで、まあ食を勉強していくとですね、まあ 食の関係で、まあおにぎりから野菜からっていうふうにどんどん移っていったっていうことなんですか。っていうのがありましてですね、でまあいろんな自給率のこととか日本の食の問題とかにですね、まあ興味を持ってっていうところだったんですが、はい、すごいですね、なんかすごいですね、なんか今ドラマを見てるようでしたよ、うん、ちょっとドラマだったら出来すぎの展開が早くて大体こういろんなところで話しても皆さんこう話についてこれずちょっとポカーンとなってしまうんですけど、いや、はい、ね、まあ最初のリーチマイケルであのちゃんと掴んでさ、つかみのトークでっていう、マイケルの、はい、これまでのこのご経験が、はい、今のこのお仕事に何かこうつながってることって、はい、あ、やっぱありますね、やっぱり人とはちょっと違うルートで、まあ、そういうこういう今回テレビマンとして働かせてもらって、まあ、本当にまあ苦労したことだったり、まあ、自分が全くちょっと違う世界を見てきてるので、やっぱりお客様に会った時にやっぱりあの深い話だったりですね、また違う視点でやっぱりそのお客様にもこうサポートができたりとかですね、まあ、そういう面では、あ、今までこういろんなことをしてたけど結局ここで、あ、一本の道につながったんだなっていうのはすごく今実感できるので、これが最終形態ではない、最終形態にしようと思ってます分かりませんよ、1年後その次の賞を持ってこられるかもしれません、ね、ドラゴンボールみたいにさ次から次に行こう、はいはい、いや、ここがもう私のあるべき姿だっていうことですね、はい、変化と決断のねやっぱり人生をこう歩んでこられてるなって、はいはい、そうだよね、まあ、でもそこに素晴らしい伴侶がねいらっしゃるっていうのが支えにやっぱりなってるんで、いや、理解してくれる人がいたからできたことで ね、もうほぼ理解してくれる人いないんじゃない、いや本当そうですね、マスコミだったら絶対理解できないですよちょっと何考えてるっていう、それがそうなんですよね、当たり前で、いやいやでもなんかすごく楽しそう、うん、ね、そんな風なすごいことやっててまだ若いもんね、そうなんですよ、うん、もう今いや3人分ぐらいの人生歩んできてるそのくせまだ若いっていうのはすごいよね、もののおでこのですね、これがちょっと苦労を物語ってるっていう、ね、まあでもやっぱり根本にあるのはもしかしたらこうラグビーで培ったいろんなものがあるとかそういうのがあるのかな、はい、こんなふうに思いますが、ありがとうございます、まあ、最後お約束で、あなたにとって未来とはという質問で締めくくるんですが、はい、どうでしょう、はい、人間には無限の可能性があるっていうことですかね、ああすごいね、説得力あるわもう誰に言われるよ説得力あるわ無限やもん、いや本当に、ね、そう思いますね、無限大ですね、はい、本当にね、本当な、まあ いろんなこう、宇宙があって、はい、まあ、俺この前言ったじゃん、はい、マルチバースの世界があって、どれを選ぶかが私の人生なんだっていう話したけど、本当マルチバース持ってるよね、まあ、これから1年後2年後またお会いして変化を聞きたいからぜひお話をしてみて次回はリッチマイケルさんのご一緒に次の携帯の時また覚えていただきたいと思います、はい、楽しいお話をありがとうございました、ありがとうございました、世のため人のためそして己のためにを社長として承認だけで成り立つ会社を目指します、競争鉄鋼株式会社、ここには夢がある、はい、森岡
家さん帰っていきましたけど、もうあんなすごいね、すごい人生ですね、すごいね、そんな数奇な人生ってああいうのを言うんだろうね、ドラマティックだわ。でもなんかこうまだ終わりなき旅という感じがしますよね、うん、本人はいいかもしれんけどね、くっついてる奥さん大変だよね。いやーやっぱりね、うん、愛なんだろうな、あれを許せるのはやっぱり愛ですね、すごいですね、うん、でも多分ご本人も、うん、もしかしたらまたこの次違うものをするんじゃないかとか、うん、そういう気持ちあるのかしら、テレキューさんには悪いけど、うん、ねあるかもしれない ねこのまま終わらないような気がする、第7章第8章がありそうな気がする、うん、彼の人生、あの変化を怖がらない強さを感じましたね、うん、そうだよね、なかなか思っても前に行けないもん、そうだよね、変化を怖がらないっていうか、パルメンデスっていう人がいて、はい、その人の話をしましょうか、はい、無から有が生じるっていう、まあ、いわゆる生成っていう言葉があるじゃないですか、はいはい、それとか、あるものがなくなるっていう消滅という言葉があるじゃないですか、はい、でもこの世にはね、消滅とか生成って一切ないんだ、ないんです、え、ないの、うん、ただ変化してるだけ、あ、ね、もう質量保存の法則だから、はい、例えば紙があったら、紙に火をつけると、水と二酸化炭素と灰 に変わるだけ、はい、だから消滅したんじゃない、形が変わっただけなんですよっていうのが、まあ、パルメンデスっていう人が唱えた学説で、まあ、そういった意味じゃ、彼の人生もなんか消滅と生成を繰り返しているように感じるけども、うん、実はそうじゃなくてちゃんと変化していってんじゃないかなって、うんうん、で後でこう自分の人生を振り返った時に、あ、俺の人生ってあれがあったからこれがあったからっていうことがたくさんあって、本当の最終章ってなんか別のもんがあるんかなって、そういうふうなのことをか、話を聞きながら感じて、もう本当に、生成も消滅もありませんよ人生はって、うん、必ず変化があるだけです、そうね、じゃあきっと私もそうだけど、変わることじゃなくて失うという意識で恐れてるだけなのかもしれないですね、うん、そうそうそう、失うものなんて何もないっていう、もうそれを失ってしまうんじゃないかっていうことを恐れてるけども、実は何一つ失うものはなくって、ただ単に変化していく、うん、それが変化があなたがプラスのことを、ね、ポジティブを考えてる人だったらポジティブに変化するだけ、ネガティブを考えてる人だったらネガティブに変化するだけのことだから、まあそういう、なんか消滅をあんまりにも、気にしすぎて、現状維持でいようって思うよりも、うん、全然消滅なんてこの世にありませんから、自分の意識をいつもポジティブに持ってきて、そっちに、変化していこうって考えた方がいいかなって、そういうの思います。はい、シミとシワも変化の一つと楽しみたいと思います。はい、それでは今日はこの辺で最後噛んだね、はい、終わりたいと思います。お相手はよし行きます、松本久美子でした。せーの、いいね、始めた限りはやり直せない人生だから、あの時どうとか後悔ばかりを口にして閉じこもってるようなそんな人生にしたくない。